おはようございます。おはようございます。前回ちょっとリンさんが、はい、プロ意識が、はい、プロフェッショナル意識がね、はい、ちょっと欠けていたじゃないかなと思います。、はい、ということでリポーターをクビにします。生命体か音声さん、どっちですか。ちょっとここはマイクに挑戦してみたいと思います。はい、わかりました、はい、それでは本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは音声さん、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、カナンさん OK ですか。はい、大丈夫です。ミーさん OK ですか。大丈夫です。ホワイトニングバランス大丈夫ですか。ホワイトニングバランス、なんだそれ。あとが入ってます。あ、ごめんなさい、すいません。手でいきますね。テイクワン。ホワイトニング、あ、いっぱい。ホワイトニングいらないから。ホワイトバランス英語でしました。はい、5、4、3、スタート。今日はバーベキューをしにやってまいりました。たくさんの食材が並んでおります。見てください。どれから焼きます。白米、白米をやりたいと思います。焼きおにぎりにしてみたいと思います。はい、あ、マイク入っちゃった。焼きおにぎり、醤油、のり、炙る炙る、潰されないように。そう、感じです。炙る舞、海苔よ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 、焼きおにぎりの周り炙る、海苔の上に焼き芋、焼き焼き芋ってことですかね。これはね、あの番組番組するする映ってる、もうガンガン映ってる。イエーイ、せーの、イエーイ。マジだな。食べるか。何の違和感もない。食べる。みんなで分けなさい。イエーイ。かわいらしい。絶対ヤバい人たちだと思って逃げたよ。はい、おにぎりの様子を見てみましょう。君も大丈夫。ディレクターさんの調子がいいですね。はい、普通でした。はい、次はですね、ピーマンを焼いていく、ピーマンを焼いていきたいと思います。ピーマンはですね、素焼きということでですね、 OTA さんからご注文があったので。 OTA さんが、はい、素焼きにしてほしいという。何で丸焼きですね。丸焼き。ここでまさかの食材というカンペが出ました。松茸、松茸でございます。おー、すげえ。あの、舞茸の方のチェックをしていきたいと思います。お、松茸です。あ、松茸です。あの、値段の差があるので舞茸様は結構あのしっかりと松茸です。あ、松茸だもん。舞茸好きな人。松茸ですね。すいません。サンマをリンさんが食べて、はい、ちょっとサンマ、サンマちょっとなんか全然食べたくない。サンマまで3、2、1。
ムムムブルムバーベキューいろんなもの焼くムムムムムムムブルムムムムムムビビキュー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 。先日おばあちゃんに超絶至近距離でアメちゃんをもらったんですが、前リンさんが言っていたおじいちゃんに超絶至近距離で思考を生まれたという話とかぶり、シンパシーを感じました。皆様おはようございます。おはようございます。皆様にちょっと質問があるんですけど、チャ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 パンパンってできますか？パンセセエタタ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 タリポーター。これは大丈夫か。リポーターもいけいけいけ。テレツテテ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 イエーイ。あー年末感ありますね。はぁ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 、今からリンさん、こちらを登って降りていただくっていうのを、はい、とりあえずカメラに撮らせていただきます。はい、分かってますね。え、何すかこれ。兄ちゃん髪切った？分かってますね。聞きましたね。めっちゃ短くなってる。ね、さあ、本日は横須賀市にあるソレイユの丘に来ています。こちら、ゲレンデ。すげえ。芝ゲレンデ。ゲレンデ。芝ゲレンデ。ゲレンデ。ここをソリで降りれるとのことなので、降りてきたいと思います。すいません、はい、結構あのリンさんのレポート良かったんですけど、なんかゲレンデータのディレクターさんの声が入っちゃって、ごめんなさいごめんなさい。ちょっとあの卵と黄身と白身のゲレンデとメレンゲですあじゃあメレンゲあメレンゲだ。じゃあ滑ってきてください。はい、いい感じにお願いします。結構悪いですね。わーおーおーすごいすごいすごい、めっちゃ速い。あーやってマイクさんお願いします。滑るというエンターテインメントを見せつけてください。スイッチ入ってますからね。もう自分の歩く芝生の音を取っている。二重選手が滑っております。すごい体勢で滑っております。パンツが見えそうでしたが大丈夫そうです。コメントの方お願いします。どうでしたか？お股が見えても諦めない。ありがとう。ちょっと思ったことがあって、はい、滑り具合っていうのは体の角度と気持ち、はい、そしてお股を見えてしまっても諦めない姿勢、はい、これで変わってくると思うんで、何人かで滑った方がいいんじゃないかって思ったんです。よーいドン。帰りましょうか。よーいドン。勝った。圧倒的鈴鹿さんの勝利です。聞いてください。どうしたんですか水木さん。聞いてください。ガーさんどうしたんですか。聞いてください。どうしたんですか。目の前にディレクター鈴鹿さんのマッキーが転がってきました。What's happening today? 何をしてるんですか。マッキーがこの芝生のどこかにあります。私のディレクターとしての必需品を必需品を必需品必需品マッキーがマッキーがマッキーがだーこの滑りを何捧げる全力舞い。ゲレンデゲレンデゲレン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 ゲレ
ゲレンデ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 。あ、死ぬ先日電車に乗っていたらセーラー服を着たおじさんがいらっしゃいまして、とても一緒に踊りたくなりました。うずうずしました。次回もお楽しみに。